にちは。こんにちは。こんにちは。ジョーカーさん。出た。挨拶。気になりました。この挨拶もこれたまに出ますよね。このたまに出る。なんかいやですか。たまにもうまっすぐだけじゃ勝てないんですよ。今変化球。変化球ですよ。いやまっすぐで勝負しよう。真ん中高めの。真ん中高めの。変化球だったドアマですよ。はい、はい、ということで今回、はい、日本ハムファイターズ調子がよろしいです、はい、いいっすね。いやなんかこの時期さ、はい、まちょっと前もあったよね、13連勝ぐらいあったよね。ありました、ね、ありました、はい、なんか、だからこの時期強いんですね。なんなんすかね、時期で熱くなって。やっぱり栗山監督の考えてることが構築していくんじゃないの、この時期に。だから春先いろいろやってたじゃん。はい、なんか結構あのオープナーとかさ、はい、いろんなことをやりながらチームが落ち着いた、それから連勝が始まる、はい、まあそのタイミングに清宮っていうのが入ってきてるね。そうですね、やっぱ花があるんだろうな。あ、存在が大事。存在が大事なんだ。そこに清宮選手スター性ありますもん。確かにね。それとやっぱ他の選手を使うよりも怖さが倍化するというか、倍増するというかさ、まあそういうことも確かにこの連勝の中にはあると思うんだよ、はい、うん、それとなんといっても近藤中田だよね。あ、打ち出した中田選手もいいじゃないですか、これ1試合1本とかね。いやいっすね、うん、だから打ち出したらやっぱりそこら辺が打たないと足取り重いよね。うん、だから打線の流れは素晴らしく良くなった、うん、はい、中田選手良くなった要因みたいなのって、うん、豊さん的になんか見えますか。力みが取れた、あ、やっぱ、うん、スタート良かったじゃないですか。すごい、あのね、サヨナラで入ってた。技術的に言えばこう反りすぎてたんだよ、打った後にこうやって。あ、はい、だからせっかく捉えてんのに擦ったりだとかさ、バットの下に下っ面があるとボテボテになったりとかさ、はいはい、それが多少襲ってもいいんだけど、はい、角度を上げるためにそれがちょうど位置が決まってきたという、ちゃんとした形で打とうとしたらちゃんとしたポイントがあるはずなんだ、はい、反らなきゃいけないっていうことはやっぱそれだけ差し込まれてっていうことだ。で差し込まれたボールっていうのは飛ばないから、だからそういう意味では正しい位置、中田のね、はい、人それぞれ正しい位置っていうのは違うと思うけど、正しい位置で回転できるようになって捉えられるようになって、まあそうなってくるとホームランが出だした。それが力みが取れた原因の一つ。これからじゃあ本数ももしかしたら出てくる、うん、上がってくるね。上がってきますね。上がってくる、上がってくる。まあ一番西川遥輝も調子いいし、はいはい、で太田がいいし、うん、で近藤は打ち出した、はい、中田のホームランが出だしたんで、もうそうなってくるとさ、はい、打線はつながるよね。つながりますね。もうだからやっと春先に考えて、はい、こうチームをちょっと動かしてて、うん、まあその栗山監督の野球がやっと出来だしたかなって、うん、まあピッチャーの方ではまだ物足りないと思うけどね、失点がちょっと多いから。だから、ね、でもそういう意味では監督の思考してる野球ができてくると、はい、やっぱチームはやっぱ強くなってくる、うん、連勝もしてくれる。だからそういう効果だと思う。うん、今現在2位にまで浮上したという。上がちょっともたもたしたからね。まあそうですね。でもそれも計算づくだと思う。ああ、シーズン始まってから結構大丈夫かなみたいな感じありましたもんね。まあまあまあそうだね、いろいろやってみたいな。でもさ、はい、焦ることなく、うん、なんかそこをやってたよね。マッチの状態だった。なるほど。それと試す状態だった、はい、やっぱオープン戦でも試してたけど、はい、それがなかなかうまくいかず、はい、ちょっと開幕からでもちょっとやってみよう、うん、でやっとこう落ち着いてきた、うん、ただオープナーとかショートはちょっとやめてるけどね今ね。あ、ダブルからの日本も、はい、目が離せない。おお、豊さんの古巣でもありますね。古巣ね、確かに。札幌もちょこちょこ行ってますからね。あ、そうっすね、確かに。空海行ってます。空海行ってます。空海行ってないんじゃない。あれ行きますよ。行ってくださいよ。今回大将寂しがるな。行ってくださいよ。行ってくださいよ。多分ロッテ行ってレアード選手も行ってないと思うんですよ。いや、遠征的に行ってるんですよ。俺行ってないよ。大将ごめんね。